バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも夏休み最後ということで、いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。うちの娘のシノンでございます。毎週毎週お付き合いありがとうございます。ありがとうございます。もう勝手にレギュラーとして認めておりますが、また9月になっても出てくれますか？はい。お、やったね。ありがとう。皆さんのおかげでシノンがまだまだ反抗せずに母ちゃんに付き合ってくれてますよ。嬉しいね。ではね、早速ですが今日メッセージやリクエストいただいてますんでね、ちょっとシノンに読んでいただきたいと思います。お願いします。ようこさんにしのんちゃんにしーさん、ようこさんの鹿児島なまりにほっこり聞いてるひーふーみーずばーのマスターことひーふーみーです。ごくんちゃん。そして先週の放送で沖縄方言と言っていましたが、実は沖縄の言葉は方言じゃなくてれっきとした言語なんですよ。そうなんですね。僕たちはうちなーぐちと呼んでいて、このうちなーぐちはユネスコで消滅危惧言語に認定されてるんです。何にしても自分の地元の言葉や訛りはそこの人たちのアイデンティティ残していきたいですね。そうなんですね。初めて知りました。マスター、今夜もメッセージありがとうございます。ありがとうございます。へー、知らなかった。はい、知りませんでした。ねえ、しの9月から学校に行ってみんなに伝えてきて、沖縄の方言じゃなくて、うん、言語なんだ よ, なんだよ、ユネスコに登録されてるんだよ。ユネスコは国際連合教育科学文化機関、はい、すごい、よく調べたね。調べました。マスターのおかげでシノンが賢くなってる。シノン調べたの。はい。あら、お利口さん。まあ、中学校2年生なんでね、もうググることもできますけれども、それにしても偉いね。はい、そうか、ユネスコっていうのは知ってたけど、全部の文章は、あの、なんていうの、略語じゃないとか言ったことありませんでしたわ。うん、いろんなのがあるので。そっか、じゃあさ、マスターに教えてもらったことを大事に、ちょっとそのね、きちんとした言語を私たちも学んでいかないといけないですね。はい。それにしてもマスターのラジオにさ、あの、喋っていらっしゃる姿が、まあ、映ってましたよ。あ、映ってました。ね、先週もね。はい。可愛いですね。あの、マスクつけてらっしゃるから、どんなイケメンなのかなみたいな、ちょっと私はワクワクしましたが。はい。ぜひ、あの、早くね、お会いできる日を楽しみにしてますね。沖縄行きたいね。はい、行きたいです。沖縄行きたいね。ね、違うっけ？最後わかってる。ねえ。ねえ。また教えてください。お願いします。お願いします。ではですね、続きまして、せっかくなんでもこのままマスターにね、聴いていただきたい私の大好きな私の曲なんですけれども、自分の曲で一番好きな曲、キス&ハグという曲をね、お聴きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。ずっとずっとそばにいよう。
事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜きたいよ特別いつもありがとうこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな僕らを奮い立たせる愛言葉は世界を変えていくために必要な愛だマスター私のキス&ハグいかがだったでしょうか実はですね明日鹿児島県にあります西福寺というとても有名なお寺がありますそちらで生配信ライブを行いますようこ生配信ライブ視聴方法は KKB 鹿児島放送というねテレビ局の公式アプリカプリもしくはようこのオフィシャル YouTube YOKO 鹿児島ようこ鹿児島で検索していただきますとすぐヒットしますのでぜひそちらから8月27日金曜日夜8時より生配信でございますぜひ皆さんお聞きくださいそして明日はギターサウンドプロデュースでもお世話になってますイッシーさんピアノ北園真由美さんと3人で仲良くお届けしたいなと思いますシノンも初めてですね生配信の模様を見に来てくれるのは楽しみですねいつもね学校から帰ってきてそのまま生配信を画面越しに見てくれてたのでね、うん、この生配信ライブも1年経ちますからね皆様のおかげでそして鹿児島もね今ちょっと大変な時期になっておりますがコロナの影響を受けて大変という意味なんですけれどもねこのご時世だからこそ皆さんと一番近くに感じれる音楽の発信の仕方かなと強く1年経っても思いますねはい、うん、それでねスタジオからねこう配信ライブする時と中継先からね配信ライブするのとはねちょっとね音楽番組感がちょっと雰囲気が違うんですよあ、そうなんですね、そうなんですよだからねぜひどんな感じなのってね気になった方ぜひぜひ見てください
見てください。見てみたいけどアーカイブ放送しか間に合わないって方もういいんです。それでようこのオフィシャル YouTube ね、チャンネル登録をお願いいたします。お願いします、はい。それでね、遡ってもらいますとシノンがね、ふざけてる映像も多々ありますんでね。何の映像ですか？真面目に歌ってるけど、覚えてる？はい、星野源さんがね、よくライブで布施明さんのモノマネをしながら偽明と言ってね、はい、そういうコーナーがあったりするんですけれども、シノンもそのおかげで君はバラより美しいというあの名曲を大好きで、ね、ぜひあれ見てほしいですね、はい。あれいくつだっけやったの？中1。あ、去年だもんね。去年ですね。うん、去年？去年だよ。去年だ、コロナ禍だったの。そうそう、中学校1年生がね、女の子がこんなことようやるねみたいな感じで一生懸命歌ってますのでぜひそちらも YouTube でご覧ください。ではしーちゃん、本日2つ目のメッセージをお読みしたいと思います。よろしいですか？はい、はい、お願いします。ようこさん、スタッフの皆さん、少しご無沙汰しました。あなたのカズさんです。先週もしのんちゃんがゲストでしたね。お二人のトークをとても微笑ましく聞いていましたよ。夏休みが終わったらもう聞けなくなるのでしょうか。寂しいな。今日は私の趣味をお話しさせてください。ようこさんは乗り物好きですか？私は列車が大好きで、特に JR 九州の D&S 列車、デザイン&ストーリー列車がお気に入りです。現在 D&S 列車は11あります。特急湯布院の森、特急 A 列車で行こう、特急川蝉山蝉、 SL 人吉、特急伊三郎新平、特急隼人の風、特急指宿の玉手箱、特急海幸山幸、ある列車七つ星36+3、以上です。私の夢は死ぬまでに全部乗ることなので、生きがいがあってとても幸せです。初めて乗ったのが平成27年の指宿の玉手箱で、この6年間に合計9個達成しました。あとは長崎方面を走るある列車と豪華なクルーズ列車七つ星の2つです。七つ星は予約がなかなか取れないし、なんといっても高額100万円前後なので、達成できるか自信はありませんが、夢を見ているだけでも楽しいのです。毎年結婚記念日の3月には夫婦で日帰りか一泊の列車旅行をするのが楽しみですが、ここのところコロナ禍のせいで生きてもいません。でもいつかは行けるようになるだろうと今から妄想しつつ、めげずに頑張ります。話がまたまた長くなってしまいましたね。いつもすみません。それでは今回のリクエストは Can't Stop My Heart をお願いします。27日の生配信ライブ楽しみにしてます。ではごきげんよう。カズさん、今夜も素敵なメッセージありがとうございます。よくはですね、カズさんみたいに有名な列車に乗ったことがないなと思ってお聞きしてましたが、あのさ、うん、すごい有名なのばっかり乗ってますね。乗ってますね。七つ星が100万円前後するなんて知らなかった。だから高級な列車なんだね。豪華列車で有名なんですね。いや、100万円あったら何するって思った時にさ、やっぱ列車に乗るより飛行機に乗って、海外旅行行くとか、そっちになりそうなのよね、ママはね。その夢を見るだけでもいいんですっていうメッセージが、あ、素敵だなと思って、そうだよなと思って。私たちは新幹線は乗ったことあるね。あります、ね、新幹線はね、福岡までとか、鹿児島からですとね、鹿児島福岡間、大阪までとかありますけど、まあ、私の中ではね、あの東京と那須高原栃木県のねをね、往復したこととかも私はちょっとなんかね、レアでした。何がかって言ったらさ、駅で天気図が変わるのよ、ね、北海道の方まで見えるわけ。わかる、この私の感動。結構さ、鹿児島の天気図って言ったら沖縄まで見えるとヒューってなるわけよ。いやいや、沖縄もってめっちゃ南国じゃんみたいな、ママのね、ママの中の価値観ですけど。だけど、東京から那須の方に行くってなった時に、北海道の方まで見えちゃう、青森までがっつり入ってる天気図を見た時に、すごい、日本広いなみたいな。広いですね、日本って素敵だなってね、なんか思ったんですよね。そんな感じでございますけれどもね、なんかいいなと思って聞いちゃいましたね。いいですね。だってさ、シノンはさ、あ、シノンこそいろいろ乗ってるよね。もう飛行機は乗ってる、まあ、今14歳だけど飛行機も結構な本数乗ってますし、いろんなところ行ってますしね、あと
鹿児島の志布志市っていうところ、私の地元から大阪の南港まではですね、サンフラワーというフェリーがつながってまして、うん、でそこできつかった言ってる、きつかった、ね、5日間で2人で2往復したことがあったんですよ。9月の連休にお仕事でね、乗ってる間私は歌うんですよ。歌う機会いただいて、着いたらまた時間をちょっと潰して、でまた船に乗って帰ってきてっていう、5日間の2往復だから、でまあ一晩中船は動いてるんですよ。そしたらね、鹿児島から大阪行くまでに、あの時はもう波が高すぎて、もうあの立つのもやっとガッとだったので、歌わないでくださいと、危ないから、ただし大阪から鹿児島までは歌ってくださいっていうね。きつかった、きつかったよね、あれはね。もうだからもうちっちゃい船でも船酔いしなくて、そうそう、何よりもね、あの時の船酔いがなんていうの、不思議だったの。1往復目は、止まってたら揺れたのよね、うん、で気持ちが悪くなってたんだけど、今度は帰ってきた2往復目は、うん、動いてないともうどうかあるのよね、うん、止まってると気持ちが悪くなっちゃって、合ってるっけ、うん、合ってます合ってます、そうそう、ずっと揺れてたんですよね。だから揺れてる方が心地よくなったり、まあとにかく体の体感がちょっと変わったんですよね、うん、そっから船酔いお互いしなくなったね、はい、もうね何でも来いってなりましたね。カムヒア。そうそう。であのこれまだ小学生だったんだけど、まあ、スタッフさんもねちょっときちんと揃ってなかったので、うん、行きの時にはお笑い芸人の女性の方が一緒に乗ってくださって PA してくださったんですけど、帰りできればね地元西野を置いときたかったのよ、ママは2往復目の時だけど、誰もスタッフがいないから、うん、あの音楽流してくれる人がいないってなって、うん、一緒に乗るぞって言った時に、あのシノンのかわいそうな顔を未だに覚えてます。もうきつかったなんかさ、なんとか一座ってあるじゃん。あ、ありますね。もううちは陽子一座だからしょうがないなって、もう言い聞かせてねもうあれはね、あの時はこの子すごいなって思ったよ。ありがとうございます、うん、でね、その時 の, あの船の上でのライブのおかげで、私のファン以上にシノンファンが増えまして、うん、あ、そうなんですか。あの時すごかったじゃん、シノンは私が あのステージをしてて音楽をかけるのタイミングを見計らってる時にアイスクリームをいただき、ジュースをいただき鹿児島帰ってきてからも私のライブにシノンが、え、今日シノン来てないのっていう感じでね、陽子じゃなくてシノンに会いたかったっていう言葉がいっぱいだったりね。嬉しいですね。嬉しいよね。まあ、そんな感じでですね、私たちもね家族でこの音楽を仕事にしてることを楽しんでるんですけれども、まあ、その中でいつもドライブソングとして私たちは一番車の移動が多いのでね、うん、私の助手席はほぼ 100% シノンです、はいはい、そのシノンがですね、私の新曲出来上がる前から、もうデモの段階からねいつも聴いてます。そしていつも歌ってくれてます。でその中でも私たちがドライブソングにぴったりだなって思ってるのが、カズさんがリクエストしてくださった Can't Stop My Heart です。ぜひ皆さんの 大好きな乗り物に乗りながらお聴きください。では曲紹介お願いします。それではお聴きください、 Can't Stop My Heart。沈黙の中に流れ出す
ように響いて影だ尽くす気づいているかい僕に流れるメロディー聞こえたなら僕の手を取ってくれるかな Cast all my dreams溢れる気持ち今回は皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。まあさ、この後皆さんひふみずバーのマスターがひふみずバーでお待ちしてますんでね、ぜひ FM ギノワン引き続き楽しくお聞きください。いやそれにしてもね、皆さん明日ですね、私はとある楽曲を歌うのをねちょっと重く受け止めてるんです。と言いますのはね、あのゲロ甘い歌詞なんですよどんな曲なんですかね。あのですね、スウィーティーという曲なんですけれども、なんでこんな歌詞を思いついたかなと今冷静に思うくらいですね、まあ、恋してルンルンの気持ちをいっぱい詰めたんですけれども、いざ歌うときにちょっと背中こしょばゆいか、まあ、ジンバシン出るんじゃないかなみたいになっちゃうんですねなんですが明日はまたねスペシャルサポートが、うちのギタリストイッシーが、そうそうイッシーがいてくださいますからね。この曲もともとギターと歌だけで作ってありますし、 CD にもそのギターと歌でね収録してるんですけれども、まあなんかね、なんと言いますかね、なんと言いましょうか、明日は気が重いんです楽しみにしてます。ありがとうございます。なのでぜひスウィーティー楽しみに聴いてほしいなと思います。なんならちょっと後ろでかけてもらいましょうか、スウィーティー。はい、かかってます。あ、かかってた、かかってた、よかったよかった、ありがとうございます。まあとにかくですね、皆さんが皆さんらしくハッピーでありますように、私もシノンも祈ってます。祈ってます。そして来週も皆さんと一緒に音時間過ごせることを楽しみにしてますので、メッセージ待ってますよ。待ってますよ。シノンはもう学校始まってますからね。学校始まってるしテストもあるよ来週。大丈夫？あ、大丈夫です。もう今月何回あなた心配させてるじゃないもうリアルだからそれはい、はい。まあ、勉強が全てはではありませんがね、うん、勉強が全てではないにしろあなたのことを守ってくれる知識ですからね。はい、いいですか。はい頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ということで皆さんにとってめちゃくちゃハッピーな1週間でありますように。それでは一緒にバイバイハッピー。じゃん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 。今日もですか。今日も来ましたね。いいんですかそれで。うん、本当。じゃあまあ今日はそれでいいか。はい、ではせーの、バイバイハッピー。じゃん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 。もうこれ定期
なんで定番になっちゃいますからね、たまにやるのが面白いんじゃないかしら、うん、あそうですね2回に1回2回に1回、まあ、とにかくシノンが笑顔な今日に私は感謝でございますよ。よかったです、はい、あそういえばシノンヘアドネーションしましたからね。あ、はいはい、その模様もヨーコの SNS チェックしてください。お願いします。お願いします。では本当の本当にせーのバイバイハッピー。